また新しい Chromebook が到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらですね。FMV Chromebook です。こちらの端末はですね、先日の Amazon のタイムセール祭りで 結構安くなっていて、話題になった端末です。えー、確か29,900円だったと思います。まあ、その後ですね、ちょっと5,000クーポンがなくなって、34,900円で売ってたと思いますけれども、まあ、34,900円でも結構ですね、その前に売ってた価格からするとかなり安くなってましたんで、まあ、私はギリギリね、29,900円で購入することができました。で、型番の方が WF3M11T っていうね、まあ、非常にわかりにくい品番になっていますね。で、なんかこれ、 貼ってあるんですよね。なんかこういうのってよく封印シールっていうかね、こう開けてませんよっていうシール貼ってあるんですけど、これ開けてありますよシールじゃないですかね。<laughs> ちょっと大丈夫かこれ新しい新品かなこれ。それではね、えー、中身出してみましたので、一応同梱品を確認していきましょう。一応取扱説明書です。まあなんかいかにもね、えー、日本のメーカーといった感じのものが入っています。おお、これもそうですね。 えっと、初めて電源を入れる前にお読みくださいとかね。よっこういうのね。昔パソコンカードたくさん入ってましたよね。で、リカバリーメディアの作成についてということ。これも珍しいですね。クローンブックでリカバリーメディアを作ってくださいですね。そういうことはい、スープが書いてあります。あー、なんかこういうちょっとしたチラシが入ってる。FMV 学びナビ。ま、あこんなのも入ってるのもいかにもちょっと日本っぽいですね。はい。で、肝心なのは充電器です。 はい。充電器のね、6 5トの充電器が入ってますね。これは結構いいんじゃないかなと思います。だい十五い4 5トのね、ものが入ってるものが多いんじゃないかなと思いますね。で、結構上位モデルだと6 5トのものが入ってたりするんですが、これは価格がね、さっき言った通り29,900円とか、まあ3万円台半ばで購入できて、まあワットの充電器がついているというのはちょっとお得感あるかもしれません。あとこれメガネのね、えー、電源のコードになっています。 で、本体はこちら。ちょっとピントが合ってないけれども。えっと、これはですね、私自前にね、これの Core i3 のね、上位モデルを紹介していますけれども、まあ、ぶっちゃけ、やっぱ、外は、外っていうか外見は一緒ですね。質感も全く一緒だと言っていいと思います。それではね、前と同じなんですけど、一応見ていきましょうかね。えー、先ほど言いました通り、一応天板はもうプラスチックです。で、このプラスチックもですね、すごくぶっちゃけ安っぽいって言いますか、 まあそんなにこうね、質感のいいものではないんですね。まあただこの端末は29,900円とかその3万円台半ばの端末なんで、まあこれはこれで許されるのかもしれませんけれども、逆に言うとね、これの上位モデルってもっと値段がするんですけど、まあもちろん CPU はね、違うんで性能はいいんですが、その外の見た感じは一緒なんですね。だから上のモデルからするとちょっとチープだなというふうになるかもしれませんが、まあこの端末はね、29,900円ということであれば、 まあ、これは妥協できる範囲かなと思います。こんな感じですね。で、多分ね、これすごく傷とか目立ちやすいような感じにもなってるんですね。こう、つるっとしてるんで、結構ね、よくここが凸凹ココしてたりすると、まあ、ザラザラしたようなものだと傷がわかりづらいとかってありますけど、これは傷も結構目立つんじゃないかなと思います。で、一応、インターフェース関係見ていきましょうか。ちょっと見づらいですね。 広角カメラなんで結構ね、やっぱね、歪んでるんですよね。で、ちょっと見づらいんですが。えー、っと、一応これがマイクロ SD カードスロット、3号のイヤホンジャック、タイプ C、タイプ A にケンジントンロックですね。で、これ前ね、あの、そのアマゾンのタイムセール祭りおすすめ端末ということで紹介させてもらいましたけど、片側にね、タイプ C とタイプ A があるんですよ。で、こっち側の逆にもタイプ C、タイプ A とあとね、HDMI があるんですね。まあ、この辺のインターフェース関係はかなり充実してるので、 まあ29,800円という価格を考えれば、この辺も含めて結構いいんではないかなと思います。で、HDMI ね、やっぱりその時も言いましたけど、まあこれも繰り返しになっちゃいますけど、今、あの、Chromebook って Type-C でほとんど映像出力するんで、結構これは削られてるんですね。まあただ、やっぱり仕事なんかでプロジェクター使ったりとか、なんかそういった時にはまだ HDMI あった方が便利ですよねっていうシーンは、 もしかしたら仕事なんかでね、使う方はあるかもしれません。これやっぱりデザイン的にもね、まあ仕事で使ってもそんなにこうね、違和感ない、えー、まあ無難な色になってるんで、えー、そういった部分では仕事で使っていただくのも非常にいいのかなと思います。まあ逆にちょっと明るい感じっていうのはないですよね。ポップな感じはないので、まあちょっとね、その外見の質感から言っても、まあちょっとつまんないかなっていうところはあるかもしれないですね。で、細かい話なんですけどね、こういうところにあのフィルムついてるんですよね。 こうよくプラスチックに傷がつかないように。で、これってあんまりやっぱり海外のメーカーでは見ないんですよね。やっぱりこの辺が国産ですよって言ってるだけのことあって、なんかしっかりとね、傷防止のフィルム。まあこれ当然こう剥がして皆さんね、使ってると思いますけれども、フィルムついてますね。こちらの端末の最大の特徴はキーボードですね。で、Chromebook はまあどうしてもね、まあ海外のメーカーのものをですね、まあ日本語用に まあ、キーボードをね、えー、少しまあ修正して、まあ、販売をしているっていうことで、まあ、ちょっとね、その、無理があると言いますか、もともと海外のモデルがあって、それを日本語にしてるっていうところがあってですね、まあ、大体ですね、大体私が買った端末は、向かって右側が窮屈になってるものが多いんですね。で、これはですね、もちろんね、その、国内メーカーが使っ作っていて、その、キーボードにこだわりを持った クロームブックですよって逆にね、だからそこを逆手に取ったというか、まあたいその日本で売っている海外メーカーのキーボード、あの、クローンブックのキーボードはあんまり良くないんで、そこをね、富士通が逆にうちは国内メーカーだからキーボードにはとことんこだわりましたよと言って作ったのがこの端末なんですね。で、まあ見ていただくと分かる通り、やっぱりキーの配列がすごく綺麗ですし、こういうでかいエンターキーって で、クローンブックでほぼ見ないんじゃないかなと思いますね。まあ最近の端末ではほとんどないですね。もしかしたら昔はあったのかもしれませんけれども、まあいろいろコストダウンとかね、そういった中で、まあたいやっぱ海外のキーボードをちょいちょい直して販売するっていうものがほとんどだと思います。 まあそんな中でこれはですね、やっぱりその日本語用に最初から、要は海外モデルってものがまあおそらくないわけですよね。だから日本で売るためにまあ全部設計されてキーボードも作られてるっていうところで、まあその辺のキーボードが最大の売りになっています。だからこのでかいエンターと、このバックスペースとかね、でよく円マークがめちゃくちゃちっちゃいんですけども、これもしっかりと普通のキーボードと同じサイズになっています。で、これもね、アマゾンの商品ページとか、公式のページにも書いてありましたけども、まあなんかこの、 押す強さって言いますかね。えー、まあ2、2種類あるっていうことで、こういうエンターキーとかスペースキーはちょっと軽めになってますよと。で、こういったね、アルファベットのキーについては結構こう強く押さないと、まあ、ダメって言いますかね。この辺の押し心地の違いなんかも、まあ、あるということで、まあ、その辺にもこだわりがあるということです。で、やっぱりキーボードって、まあ、すごくこだわる人と、 まあ結構あんまり気にならない人と多分二タイプ結構こう大きく分かれるんじゃないかなと思います。で、こだわる人はよくね、外付けのキーボードがもう何台も持ってて、うこう使い分けてるような人、ああいう人はすごくキーボードにこだわってると思います。まあただ私はですね、もう付いてるものをそのまま使うっていうスタイルなんで、まあ確かにこのキーボードはもうすでにね、その上位モデルで使っていますけれども、まあ非常に使いやすいとは思いますが、ただそこにそこまで、その何ですかね、こだわりを持って、 端末を買うかっていうと、まあ私はそこまでなかったんですね。まあ買ってこの端末はいいなと、このキーボードはいいなっていうのはありますけど、まあそれを理由になんか買うかなっていうことになると、まあなかなかそこはそのさっき言ったように分かれると思うんですね。キーボードがすごく気になるっていう方はすごくいいと思いますし、 特にキーボードにメリットを感じないという方は、ふーんって話になっちゃうと思うんで。まあなかなかね、このキーボードを売りにしてきたってところは面白いんですけれども、まあどれだけそういった魅力を伝えられるのかなというところはあると思いますね。でまあ私がね、そのキーボードにこだわりがないっていう話なんですけど、ただ実際私が持っている Chromebook の中でやっぱり一番キーボードは打ちやすいですし、まあ一番いいと思いますね。やっぱりこのサイズ、向かって右側に無理がないし、 あと、この上のね、なんかこう、いわゆる Windows で言うとファンクションキーみたいなあ、上のボタンあるじゃないですか。このボタンもちょっとでかいっていうか、結構大きめなんですよね。Chromebook って、まあ端末が小さいっていうのもありますけど、結構これ小さくなってるものが多くて、で、意外と使、使うキーでもあるんですよね。だから、この辺がしっかりと大きくなっていて、非常に落ちやすい押、押しやすいですし、まあ、向かって右側も綺麗になってますし、あと、押した感じとかですね。 ま、このキーの、なんでしょうね、配置この、うまい、ちょうどいい離れ方っていうか、これに少し離れてるじゃないですかね、キーが一個一個こう分割してるっていうか、まあ、この辺も含めて非常に使いやすいものになっています。 まあだからね、クローム、富士通がすごくね、キーボードにこだわって作ったよっていうことなんですけども、そのこだわりはですね、特に今まで海外のクロームブックを使った方からすると、すごく感じることはできると思います。ただ、Windows のパソコンの中にね、当然日本語の規模でしっかりとできているものもあると思いますんで、まあそういった端末からすると別に同じじゃんっていうことかもしれませんけれども、ク、え、ロームブックを使ってた方からすると、やっぱり不満の一つであったキーボードがいまいちっていうところは、この端末では改善されていますんで、えー、そのね、キーボードのところにやっぱりこだわりを持っている、 ボードのところが今ままででどにににもねねー使いいくくかったなっていう方にはすごくおすごおめできます、ね、それではですね、電源を入れて端末の方をね、えー、立ち上げてみました。一応 Google アカウント入れてセットアップ終了まで約15分ぐらいですね。アップデートも当てましたけども、まあ15分ぐらいで、えー、利用できるようになりました。この辺は非常に Windows と比べて、えー、購入してすぐに利用できるっていうのが Chromebook の一つの、まあ、いいところではないかなと思います。 で、性能の方を見ていきましょうか。まず CPU がセレンの6305ですね。で、ラムは、ラムが4イトということです。だから価格が29,900円とかということであれば、まあまあ、十分ね、えー、その価格帯の Chromebook としては、まあ、いい方、いい方っていうかね、まあいい、悪くはないんじゃないかなと思います。で、全体的な性能もですね、まあ、Chromebook の中では、 どうでしょうね。下の上の方ぐらいですかね。えー、そんなに性能がいいものではもちろんないんですけれども、まあ、かといって最低ランクの性能っていうことでもないので、まあ、ローエンドのちょっと上、あるいはミドルレンジクラスって言いますかね。ミドルレンジ真ん中辺の、まあ、ちょっと下ぐらいなのかなと思います。まあ、だから29,900円っか価格を考えれば、 まあそれはもう妥当な性能かなと思いますね。c クローン o ックやですね、えー、更新期限というのがあって、販売された時から、まあ、いつまでソフトウェアのアップデートがまあ適用されますよという期間が決まっているんですね。まあ実際これが Chromebook が使える期間ということになると思うんですけれども、この端末は2029年の6月までということなんで、まあおそらく今発売されている Chromebook の中では、 まあ一番長いものになっているのかなと思いますんで、まあ、これもですね、まあ、何度も言いますけれども、価格が比較的安いのでえ、その辺考えればね、この価格でここまで長く使えるということであれば十分だと思います。一応ですね、オクタンベンチマークやってみました。スコアの方は22,741点ということですので、まあ、やっぱりスコア的にも、まあ、下のね、本当にローエンドの安いね、クローンブック、よく1万円とか2万円ぐらいでもありますけれども、 まあそういったクローンブックからすると、まあいくらかやっぱ性能は良い,いものになってますんで、えー、やっぱり29,900円だったら、まあ悪くないですよね。まあ全体的なバランスとして非常に悪くない。まあどっちかというとすごくいい端末じゃないかなと思いますね。えっ、ー、と、YouTube でね、4K60 フレームの動画を再生しています。で、まあこれも何回もやってますけれども、まあ最近のね、CPU って動画再生支援機能っていうのがついていて、まあ全然問題なくですね、えー、まあ隠すことなく再生されています。 一応コーデックの方は VP9 ですね。まあ、なので、えー、まあ当たり前ですけどね。だから当たり前なんですね。Chromebook 今安いのものでも 4K60 フレーム。YouTube の動画に関してはまあ問題なく再生できますんで、この端末も全く問題なく再生が可能です。この端末ってファンがついてるんですね。で、上の端末は Core i3 のですね。まああれは当然ファンがついてるんですけども、 この端末もファンがあるんですね。でやっぱり安いクローンブック、性能が低いクローンブックってファンレスの端末が結構ありますね。 そうなってくると、少しファンが気になる人は、もしかしたらですね、そういったファンレスのクロームブックを使っていた方は気になる人がいるかもしれません。ただ、普通の時はね、本当に静かです。あんまり気にならないぐらい静かです。まあ、起動した時だけね、起動した時だけ、こう、ちょっと結構勢いがくワーっと回ったりしますけど、まあ、それが落ち着いてしまえば、あ普通に使っている分にはそんなにね、ファンの音が気になるっていうことはないと思います。えっと、今ですね、Google Earth ブラウザで見ているんですけれども、 えっと、3D 表示でね、結構まあ一応負担、負担をかけてるつもりなんですが、特にファンの動きに変化はないですね。まあ以前にですね、まあ以前も Chromebook のテストで、えー、その Google Earth を使うとね、ファンが結構勢いよく回り出した端末があったと思うんですけども、この端末は一応ね、えー、その Google Earth を使ってるだけでは特にファンがこう激しく回り始めるっていうことは、まあ今のところないですね。特に問題なく、まああの Google Earth 自体は当然ね、問題なく利用できるんですけども、 まあ、ファンの方にも変化はないですね。えっ、ー、と、ディスプレイの方は先ほど言いました通り14インチのフル HD ということです。だから解像度的には全然問題はないんですけれども、で今ね、写真を表示していますけれども、まあ結構綺麗だと思いますで。やっぱり光沢がある方がね、ちょっとこう発色が派手で、 写真とかね、えー、なんか動画を見たりするにはまあ向いてるのかなというような意見もありますけれども、まあこの辺は結構好みかなと思います。私は結構ですね、こう映り込みがあったりですね、結構どぎつい色が出てくるものって目が疲れちゃってあんまり好きじゃないので、 まあたいノングレアを、ドングレアの方が好きなんですけども、まあそういった部分で言うと、この端末は非常にね、発色も落ち着いてるし、それでいてそんなに汚くありませんので、まあ非常にいいんじゃないかなと思います。やっぱりその文書文書のね、作成とかするに、えー、やっぱ光沢だとね、疲れたりしますので、えー、そういった部分を含めて、まあノングレア。で、写真を見てもそんなに汚くないということで、まあいいと思いますね。 で、クローンブックの中にはね、本当にひどいディスプレイのものが安い端末だとたまにあるんですよね。まず解像度が HD で結構品質が良くない。まあ、いわゆるこう白白っぽくボケたようなね、えー、ちょっと発色が白っぽいもの、安っぽいものがあるんですけども、このディスプレイについてはそういったことは一切ありませんので、えー、非常にね、価格を考えても、まあ、十分なクオリティだと思います。 えっと、今ですね、ざっとですね、まぁ、あ、今回購入をした FMV のクローンブック紹介してきたんですけれども、まぁ、あ、29,900円ということであれば、結構いい端末だと思います。かなりおすすめの端末の1台だと思います。で、このね、29,900円っていう価格だと、やっぱり最大のライバルは、これも Amazon 限定モデルじゃないですか。 で、こっちも Amazon 限定モデルで HP のね、14A っていう端末があります。もうベストセラーのいい端末なんですけども、まあこれと価格的にもガチ勝負になっちゃうと思うんですが、で、どっちがいいかっていうと、これは結構難しくて、まあ一応違いを今から言っていきます。まあどっちがいいかっていうのはどっちもいいと思います。どっち選んでもいいと思いますけども、 まず、タンベンチマーク一応ね、やっていました。こっち26000点なんで、一応スコアだけで言うと若干こっちの方が、まあ上っていうことですね。まあ、ただこれ何回かやってるとね、多少こう上がったり下がったりするんで、まあ性能的には互角なのかなと思います。ディスプレイの方は、まあ同じ14インチでフル HD で、で、当然こちらもタッチに対応しているし、で、ノングレアっていうことなんで、まあここは本当に互角と言いますかね、まあ差はないと思います。 キーボードの方はですね、で、今実際にね、えー、こちら側の 14A の使ってみましたけれども、やっぱりこのバックスペースめちゃくちゃちっちゃいじゃないですかね。で、エンターキーも遅いし、まあ、確かにキーボードの使い勝手といいますかね、使い心地、打ち心地で言えば圧倒的にこっちの方が使いやすいです。でさっき言ったファンクションキーって言いますかね、この一番上のボタンも、まあ、結構幅もあってね、大きいんですよね。で、こっちは、まあ、これ普通なんですけどね、黒ロームで細い。 あの、ま、あなんかスタイリッシュっぽく見えますけど、まあ、意外と押しづらいし、この全画面とかリロードとか結構使ったりするんで、まあ、やっぱりこれぐらいの大きさあった方が押しやすいかなと思います。そういった部分で、まあ、使いやすさとしてはね、キーボードの使いやすさとしては圧倒的にこっちの方がいいと思います。まあ、ただ一つだけね、こっちのキーボードになくてこっちにあるのはですね、キーボードの バックライトですね。こっちはバックライトがあります。まあ、これのありなしって人によってはすごく気になるみたいで、バックライトないと嫌だっていう人結構ね、コメントで何人かいたんですよね。だから、もしかしたらバックライトがないと困るよっていう人はこっちじゃないと困るかもしれません。逆にバックライトがない以外は、こっちの方がいいと思います。とですね、あの、インターフェースの部分ですね。こちら側は、 タイプ C、マイクロ SD カードスロット。で、向こう側にタイプ A とタイプ C があるんですけど、まあ、いわゆるタイプ A が一つしかないんですね。まあ、一般的だと思いますけどね。こちら側がむしろタイプ A が両側にあるっていうのが、まあ、珍しいかなと思いますね。 あとやっぱり HDMI 端子ですね。あれはなかなか最近 Chromebook では結構カットされてるし、特に安い端末なんかではほぼ付いていないものが多いんじゃないかなと思いますんで、まあそういった中で一応 HDMI 端子もあるっていうのは、まあそういったね、外部ディスプレイとかプロジェクターとか使うという機会が多い方には結構やっぱあるなしは大きいかなと思います。だそういった部分でインターフェースもこっちの方がいいのかなと思いますね。で、スピーカーなんですけど、スピーカーの音質自体はまあ似たようなものだと思うんですが、 こっち側はね、スピーカーの位置がね、この下にあるんですよ。よく下にあるのありますよねで。下のなんか横の辺にあって、ちょっとね、なんかあんまり反射がうまくないっていうか、こもったように聞こえることがあります、ね、音質自体はそんなに、まあ、悪くないっていうか、そんなに差はないと思うんですけど、で、こっちのやつは、この辺から出てるのかなスピーカーが。なんか上向きにこう出てる感じなんですよ。まあそういった部分で、えー、こちら側の方がまあ聞きやすいかなと思いますが、ちょっと音なんか大きくすると音割れしやすいかなっていうところもあるんで、 どっちがいいかなっていうことなんですけどね。まあ、個人的には、まあ、なんとなくやっぱこの辺から出た方が聞きやすいので、えー、まあ、私はこっちの方がいいかなと思いますね。スピーカーの、まあ、音質よりはスピーカーの位置がこっちの方がいいのかなと思います。ということで、今日はですね、アマゾンのタイムセール祭りで購入した29,900円の FMV クロームブックね、紹介させていただきました。えっと、29,900円で購入できれば結構いい端末だと思います。 で、やっぱり同じ価格帯の、まあおそらくアマゾンで最も売れている端末、HP の 14A c h r o m e ですけれども、まあこちらと比較しても迷うぐらいね、バランスがいいんじゃないかなと思います。で、今までは価格がまあ4万円台だったんですかね。まあそうなってくると確かにキーボードがいいよっていうところはありましたけれども、やっぱり割高。やっぱり国内メーカーのクロームブック高いよねっていうイメージだったんですけども、ここに来てね、29,900円とか、 まあ今実際34,900円とかね。まあそのぐらいの価格でおそらく今後前後していくと思うんですけれども、まあそのぐらいの価格であれば、かなりバランスもいいし、おすすめできる1台ですね。要は割高感がなくなってますので、まあ非常にいいと思います。で、29,900円で今後売られるかどうかはまあもちろんわからないんですけれども、ただ今までの Amazon の動向を見てるとですね、一回価格が下がれば、 また、いつかね、近いセールで同じぐらいの価格帯で売るっていうことはかなり頻繁にあると思いますんで、まあ、今回買い逃したという方も、ま二、あ、29,900円という価格であれば、もう買っていい端末じゃないかなと思います。で、Chromebook って安いのは1万円台からありますんで、2万円ぐらいの端末もありますけれども、まあ、これもね、以前私言ってますけれども、まあこの辺がおすすめなんですよ。2万9,000円ぐらいから、 まあ3万5千円。まあ4万円ぐらいまでですかね。だから3万円から4万円ぐらいのクローンブックが、まあ一番コストパフォーマンス的にも、性能的にもね、品質的にもお勧めできる端末が、まあ多いのかなと思います。やっぱり高すぎる端末って、それだったら Windows の方がいいですよねっていう意見もあるし、まあ実際私もそう思うことが結構ありますので、まあそういった部分でクローンブックをお得に使うっていうにはね、このぐらいの価格帯のものを 購入するっていうのが一番メリットがあるんではないかなと思います。まあそういった中で、今回でね、えー、この FMV のクロー o ブックもいいですし、まあこっちのね、 えー、HP のクローンブックも非常にいいと思いますんで、まあどちらかお好きな方を購入されればいいんじゃないかなと思います。で、やはりこちら側の端末を購入するというのはこのキーボードに魅力を感じるかっていうのはね、価格が下がっても一緒だと思いますんで、やっぱり非常にこうね、えー、文章を作成したり、なんか物書きって言いますかね、えー、そういった文章をもう常にそういったものに使うということであればこちらの方がいいと思います。で、ただ見た目とかですね、あとファンレスなんですね、こっちの方がね。見た目もちょっと薄いし、えー、まあ可愛らしい。 ますねツートンカラーでちょっと仕事っぽくないカジュアルさもあるんでまあ、そういった見た目とか総合的な性能とかですねさっき言ったそのバックライトのキーボードとかあとファンレスとかスピーカーの位置とかを考えるとまぁ、あ、こちら側も全然悪くない端末なんでまぁ、あ、キーボードを重視するかしないかによってまぁ、あ、どちらか選んでもらえればいいんじゃないかなと思いますはい今回は以上です